さあ、調理を始めよう。はいどうも、ワロタです。今回は、東堂葵、使っていきます。持ってないんで、サポートキャラから引っ張ってきました。早速必殺見てみましょう。PV 見た感じ、演出がやばかったんですよね。バフはこんな感じ、高田ちゃんの導きも使ってます。せっかくなので、一倍速で見ていきます。ほら、直してやる。高田ちゃんとの思い出が、俺をさらに強くする。感謝の意味を伝えねば。さすが東堂って感じですね。火力も十分です。今回マジで演出すごいよな。バフとか回復するところまで、うっすら高田ちゃんいて、めっちゃいいと思います。サポートさんの東堂は、まだ技レベル10じゃないけど、体術 30%、余ダメージ 30%、実質 60% のバフが4ターンも続く。それに、高田ちゃんの導き状態だと、回復もある。今見た、ヤドカリ半分持ってったぞ。主力20でこんだけ火力出たら、十分でしょ。5800ダメージ。しかもかく乱、もう一つの東堂と違って、主力20でかく乱打てるんだよね。そこもまあまあ強いです。東堂推しの人も多くて、みんな結構引いてるみたいです。そういうこと言われたら、自分も引こうかなって迷うよね。一番可能性が高いね。めっちゃ演出いいやん。はい、そんな感じで、東堂使ってみました。最近の動画も、みんなに見てもらえて、めっちゃ嬉しいです。年内チャンネル登録者500人目指してるので、チャンネル登録も、よろしくお願いします。高評価、コメントも、よろしくお願いします。東堂めっちゃ良かったです。ここの東堂は、高田ちゃん出てこないのか。